から夢中になっているキャバクラのゆめちゃん、姉ちゃんとデートなんかしないでゆめちゃんとデートできるようその恋を応援するコーナーでございます。あの、ええ、はい、何ですか。ちょっと一個いいですか。どうしました。なんかあの、うん、このバイトの女の子、新しい子なんだっけ、みほちゃんがさ、うん、ゆめちゃん日記って言った後さ、うん、ビーズさんの有名じゃないっていうさ、うん、そのラジオした感じがちょっと嫌なんだけど。おい、やめてくれよ。ちょっと申し訳ない。ちょっと一言言わせてもらって。誰が、なんか、いや、いい、すごくいいし、聞いてる人にとっては、こういうのが軽快でいいじゃない、ラジオって。でもなんか、ちょっとドヤなんだよね、なんか、その、ドヤ感出ちゃってんの。ゆめちゃん日記。いや、俺ね、もうちょっと攻めたい、なんか。なんだ。いや、俺、なんだ、こら。俺も付け焼き場がね、これだっつってさ、うん、この曲しかないっつってさ、倉庫で見つけ てさ、ね、当ててんだから。いや、私立大通学園で、うん、中くらいの夢ってこのね、番組で生まれたシンガーですよね。ケラリンさんがね、歌ってくれてるから、この番組生まれたからいいよ。うん、だけどなんかこれ、ちょっと初めてこんな、俺もちょっと天狗かもしれないけど、うん、なんかちょっとドヤ感出ちゃってんな。ゆめちゃん日記。このなんか、いかにも、なんかラジいいの、これでいいのか。これだよ、ラジオの醍醐味さ、これだろうよ。曲をどう使うのかっていうのがラジオの醍醐味なんだからさ。ああ、そう。うまいことハマってんじゃん。なんで今週にかけて言うんだよ。いや、先週我慢したのよ。なんだよ、そんなことをさ、放送中に言ってさ。いや、ドヤ感さ、その間が。ゆめちゃん日記って言って、言うやいなやっていう間なのよ。じゃあ、あれしか、あれもう、あれが 100% の間でしょ、完全に。ゆめちゃん日記。このね、ちょっと食ってくる感じ。いや、もうあれ以上負けたら変な感じになっちゃうなって。テンポが悪くなっちゃうでしょ、だって。いや、まあそう。それほども分かって、プロ集団だよ、だって。いやいや、ごめん。いいんだよ、いいんだよ。このまま行こう。このまま行こう、このまま。いや、でももうなんか変な、もうだよ、もうほら、もう、ヨシキでがへそ曲げちゃってるから。うん、いやいや、このまま行こう。本当に、どんな思いでね、曲を当てたら。違うのよ。悪いって言ってるんじゃないの。悪いって言ってるんじゃなくて、なんか、ドヤ感があんのよ。ちょっと押し付けが。うん。いやいや、でもこれ、いいんじゃないの。あ、いいの、いいんだよね。うん、まあでもね、うん、もしかしたら来週変わってるかもわかんないですけど。まあまあ、とにかくですね、このゆめちゃん日記というコーナーは、ゆめこちゃん、そのキャバクラのね、若林さんが狙っている、はいはい、ゆめちゃんの本心はどうなのかと、はいはいはい、そう彼女の日記を想像して送ってもらっております。はいよ。それではまず早速、まず一発目行きましょうか。今日もお仕事。若林さんから、彼氏いないの?って聞かれて、いないよ。って答えたけど、いるに決まってるじゃん。いてもいないって答えるに決まってるじゃん。同じ人気商売だから分かりそうなもんだけどな。分かった上で聞いてるのか。これがミニコントってやつなのかな。なるほどね。いるんですって。うーん、ミニコントと捉えちゃってるけど、いるのかな、やっぱりな。まあでも、いてもっていうとこじゃない。うん。逆に言うとね、うん、チャンスなわけですから、キャバクラで働いてるってことは、うん、男女の出会いの場で働いてくれちゃってるわけだからさ。はいはいはい。もうそれはもう若林さんの腕でさ。うん。うん。ミニコントじゃないよって。あれ、結局わかんないね。キャバクラの、彼女いるいないの質問はね。まあ分かんない。いないってことはあります。春日さんどうなの?彼女いるの?とか、意地悪でさ、うん、どう、営業するかどうかで聞くの?わざと。それは聞くよ。それで分かる?あ、これ本当だなとか、これ嘘だなとか。分からん。そんなの分かったら本当に。分かんないよね、やっぱね。分かんないよ。でも、それが楽しいのか、夢があって。そうね。それこそ。いないつ、いや、そんなわけないじゃない。っていうところからまたさ、うん、会話が広がっていくじゃない。うん、でもやっぱり一末の寂しさはあるよね。なるほどね。うん。うん、まあ、いるかもしれない。いそうだなっていう子もいたりするからね。ラジオネーム赤峰総理ですね。わかりました。肝に銘じています。ええ、参りましょう。はい。
今日も若林さんは来てくれた。彼の退屈な話を聞いている間は気づかれないように座ったままロングブレスダイエットをする。ふう。とにかく今は若林さんに気に入ってもらいたい一心。まあ薄目で見れば向井治に似てないこともないし、胸板も厚い、そして何よりお金を持っている。だから今日もカナダに向かってふう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 。よく笑わずに読めたな。ふう、あ、この、これをふうふうって読む。これ、ちょっと読み方違うんじゃない？なんか、みほちゃん？みほちゃん読み方ね。ラジオネーム、セーフキーパーさんね。ロングブレスダイエット。退屈だと思われてるますよ。でもない。胸板厚いか、俺。これそうでもないよね。カナダに向かって、ふぅ、ふぅとかだよね。それ、ふぅ、ふぅって、みほちゃん呼んでたのね。まあ、若いからね、まだね。いいでしょう。じゃあ、続いて、ラスト。参りましょう。今日は、新宿クラブ、ニューアイのみんなと草野球。夢は、ピッチャーです。変化球はスライダーとフォーク、チェンジアップが投げられるんですよ。1回の表、ニューアイの攻撃。夢、振りかぶって投げた。打った、大きい大きい、入った、ホームラン。夢、いきなり失点。その後も打たれ続け、109対0で負けました。監督は、お前らゼロか、ゼロの人間かって、テヘペロ。結局その後ニューアイに行き、ドンペリ8本くらいぶっこんで翔くんに抱かれました。気持ちよかったな。どんな女なんだよ。むちゃくちゃな女だなこれ。なんだよ、おい、反省してないしさ、打たれて。ニューアイの攻撃。109対0。寝ないでやったのかな、朝からな。スケジュール合わないからな。お前らゼロか、ゼロの人間か、の後の、テヘペロに、このゆめちゃんの人格が現れてるよね。そうだね。普通だったら悔しいですだからね。翔くんに抱かれたのか、ドンペリ8本ぶっ込んで。どんな女なんだ、これ。むちゃくちゃな女なんだ、ね、チェンジアップ投げれるし。すごいよ、寝ないで野球やってさ。ソフトクラブ行ってさ。いや、スライダーまではわかるけど、フォークとチェンジアップ投げられんのかい。大したもんだよ。本格派だね。先発やってるじゃん、本格派のピッチャー。というわけで、はいはい、以上で日記終わりですけど、なんか進展はあったんですか？いやないよね。スーパーボールで1月忙しくて、なるほど。なんかじゃあお土産買ってくればいいんじゃない？アメリカ土産。それで一つさ、そうだな、話になるしさ、とかな。スーパーボールグッズみたいなね、ものとかでもいいんじゃないですか。わかった、なんか買ってくね。頼むね、その辺ね。オーケー。ええー。といったわけで、ゆめちゃんの本心を推測してのメール、待っております。メールアドレスは、kw@allnightnippon.com。はがきの宛先は、郵便番号 100-8439。日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、ゆめちゃん日記の係まで。オードリーのオールナイトニッポン。